松野官房長官、清和会から1000万円を超える裏金、キックバッククバ受け取られましたか今後、事実確認の上適切に対応するものと認識しています受けましたかそうしたことを踏まえて、私の政治団体についても精査して、適切に対応してまいりたいと考えておりますちょっと何言ってるか分からないんですが、答えられない事情があるんですか、対応ずれすぎてませんかことは裏金疑惑なんですよ、この2人を大臣から、政府の立場から外す、更迭してくださいよ、松 <laughs> 野官房長官。 政和会から1000万円を超える裏金キックバック受け取られましたか松野内閣官房長官政府の立場として国交に関するお答えを差し控えるべきであると認識していますが私の所属する政和政策研究会においてこれから事実関係を精査するとコメントしていると承知をしており今後事実確認の上適切に対応するものと認識していますで派閥において事実確認がなされている最中でありまた報道によれば派閥の政治資金の取り扱いについては刑事告 告発がなされそれに関連して捜査が行われているものと承知しておりそうしたことを踏まえて私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております蓮舫さんいや派閥の会計処理を聞いているんじゃないんです受けましたか松野さんが松野内閣官房長官繰り返しになりますけれども派閥において事実確認がなされている最中でありまた報道によれば派閥の政治資金の取扱いについては刑事告発がなされそれに関連して捜査が行われているものと 承知をしております、まあ、そうしたことを踏まえて、私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております連邦さん同じ清和会の宮下大臣は、キックバックはない、鈴木大臣はノルマを超えたことはないと明言してるんです、どうして長官だけ言えないんですか松野内閣官官房長官先ほど申し上げたとおりでございますけれども、現在、派閥の政治資金の取り扱いについて、刑事告発がなされ、それに関連して、捜査が行われているものと承知をしております。そうしたことを踏まえて 私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております。蓮舫さん、お金は受け取りましたか？松野内閣官房長官。先ほど申し上げた状況の中におきまして、私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております。蓮舫さん、答えられない事情があるんですか？政和会の事務総長を務められた2019、2022、2021すべての松野さんの政治資金収支報告を見ました。政和会からの寄付はありません。政和会の収支報告書。 も見ました清和会から出した記録もありません裏で出入りはあったんですか松野内閣官房長官繰り返しで恐縮でございますが政府の立場として答えは差し控えるべきであると認識していますが私の所属する平和政策研究会においてはこれから自立関係を精査するとコメントしていると承知をしており今後自立確認の上適切に対応するものと認識していますまた派閥において事実確認がなされている最中であり報道によれば 派閥の政治資金の取り扱いについては、刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしております、そうしたことを踏まえ、私の政治団体についても精査をし、適切に対応してまいりたいと考えております。連邦さんあの、ね 内閣ののが政治と金の疑惑直撃されているのにトーニーは何も答えないそして総理は決めたのは派閥パーティーの自粛自身が派閥の長を辞める対応ずれすぎてませんかことは裏金疑惑なんですよ法律と税の外の世界で自民党の派閥が数百万数千万億単位のそのお金を裏金化していたんではないかという疑惑なんですしかもその受け手が官房長官ではないかと言われているんですこの内閣で防衛増税できるんですか少子化対策の財源でこれから介護 とか医療のご高齢者の保険料、2割、3割だって、そんんな議論していいんですか足元の金の説明もできないのに、国民に負担をつけることなんかできない、更迭してくださいよ。 政策集団の政治資金パーティーについて指摘を受け、そして国民の政治に対する信頼が揺らいでいること、これを深刻に受け止めています、党としてもこれはこの危機感を感じ、そして一体となって対応しなければならない課題であるということで、私自身幹部に指示を出しました、パーティーの自粛で済むのかということですが、これを第一歩として、これから事態の推移をしっかりと把握した上で、 で原因そして課題これを把握した上で党として適切に対応してまいりますそして説明責任ということでおっしゃいましたが各政治資金団体が政治団体がこの収支報告書を提出しそれに対して告発が行われそして今それぞれ精査を行っているということでありますその中でこの捜査が行われているということであるならばこれは捜査にこの影響が出る恐れがあるということで発言を控えると というのはこれはあるべきあの発言として、決して不都合ではないと考えています蓮舫さんちょっと何言ってるか分からないんですが、これ、長官だけなんでしょうか西村大臣は安倍派事務総長として、裏金受け取りました西村経済産業大臣。私自身の政治資金につきましては、これまでの政治資金報告書で記載し、報告してきたところでありますけれども、今、こうしたあの捜査が行われているということでありますので、私自身の政治資金について、今一度ですね、清和会との資金のやり取り、 なども含めて精査をしているところであります確認をさせているところであります帳簿の保存期間3年を超えているものもありますので過去にその先に遡って確認をさせていただいてますその上で適切に対応したいというふうに考えております蓮舫さんそういう記憶はありますお金を受け取った帳簿に載ってないことを聞いてるんです帳簿は精査すればいいでしょうそうじゃないものを受け取った記憶はありますか西村経済産業大臣改めて確認をしている作業をしているところであります蓮舫さん記憶ってどうやって確認するのかしら <laughs> 西村経済産業大臣私の事務所で、ですね帳簿なり、通帳なり、議員報告書なり、えー、対応しておりますので、それを確認を、作業をしているということであります。 連邦さん大臣は5日の夜、森本清和会会長、世耕参議院自民党幹事長と、都内高級ホテルの和食店で2時間半、会食をされているんですが、何話しました西村経済産業大臣。よく覚えておりませんが、覚えておりませんが、<laughs> 私の担当している政策の状況などをお話をしました、経済政策、補正予算のことなどですね、今の経済の状況などをお話をしたところであります。連邦さんこんこなに裏金疑惑が直撃して事務総長経験者で あるあなたがタイミングよく、元清和会会長の森さんと参議院自民党の幹事長と食事をした、偶然なんですね、じゃあ。西村経済産業大臣、この予定はもうかなり前から決まっておりましたので、食事をしたということであります蓮舫さん総理ね、仮に違ったとしても、もしかしたらこの3人で会ってたら、裏工作してるんじゃないか、口裏合わせしてるんじゃないかって疑えて見えてしまうんですよね、それぐらいの出来事なんですよ。でね、今、西村大臣も長官も政府の立場として答えを控える、総理、大きく頷いて聞いてた でですすけれどもだったら答えは簡単ですこの2人を大臣から政府の立場から外す、そして議員に戻して差し上げて、2人の議員として自民党の総裁として、説明責任を果たすように指示をしていただけませんかじゃあ、まず西村経済産業大臣。 手短に口裏合わせなど一切行っておりません岸田大学総理大臣今政治資金について告発を受けそしてそれに対して捜査が行われていると認識をしておりますその認識に立つならばこれこの閣僚等が発言することが捜査に 影響を与える恐れがあるからして発言を控えるということをまあ申し上げておりますそうした捜査が進む中で実態が明らかになっていくその中で適切な対応が求められると考えますこの段階において具体的なことに触れるのは適切ではないと考えます蓮舫さんあのね 実質賃金が下がり続けて物価が高くて本当に苦しい生活が厳しいという国民にこの億単位の政治と金の問題に対してあまりにも私は鈍感だと思いますよ。 しかもですね、税金からの政党交付金が入る安倍元総理の自民党支部が、政治家ではない安倍昭恵さんに引き継がれ、そしてそこにその支部と元総理の政治団体からの政治資金が流れていたことも発覚しました、安倍元総理が亡くなられた昨年7月8日、その日に安倍元総理の資金管理団体、新和会代表が安倍昭恵さんに変更されました、7月8日以降、新和会への寄付、誰からいくらあったか教えてください総務省実行政局、笠木選挙部長。 報告がございましたので、新和会から提出された令和4年分の政治資金収支報告書、および自由民主党山口県第4選挙区支部から提出された令和5年分の解散分政治資金収支報告書により、令和なあ4年7月8日以降の記載を確認をしたところ、新和会に対して自由民主党山口県第4選挙区支部から5件、計1億6434万8302円、東京政経研究会から5000万円、山口政経研究 会から34万円山口親友会から1万2220円、安倍晋三後援会から7054円の合計2億1470万7576円が寄付として記載をされておりました蓮舫さん。はい、2億1471万円が非課税で相続されました、さらにはですね、生前の安倍元総理のパーティー収入約7000万、町祖会約300万、個人献金340万、前年度からの繰り越し金5200万 これも実は引き継がれてるんです、全部で3.4億円、これ非課税ですか。国税庁星 次長お答え申し上げます。政治団体が他の政治団体に寄付した場合、政治団体の代表者が死亡し、代表者の親族が代表者の地位を引継いだ場合の相続税の課税関係でございますが、一般論として申し上げますと、相続税は原則として、死亡した個人の財産を相続や遺贈によって取得した個人に対して課される税でございまして、ある政治団体の代表者が死亡した後、その親族が代表者になり、政治団体を引き継いだとしても、その政治団体が保有する財産は、代表者個人が取得したものではないことから、相続税の課税 関係は生じないといいととうことでございます蓮舫さん、はい、先に成立した補正予算で、虐待や貧困で困難に直面する学生サイの支援事業って3億なんですよ。ほぼ同じ風が非課税で相続されている、総理、これね、支部塚って見えませんか、変えませんか、この制度岸田内閣総理大臣。自民党山口第4支部についてですが、自民党としてまあ支部長が死亡した場合に、これは解散の手続きを取ることになります。えよっっててこの支部長、まあ、死亡に伴って解散の手 手続きを行わなければならないということでその支部長代表を変更したということだと承知をしていますそして事実令和5年の1月に第四支部は解散されていますそしてその後この政治団体にこの資金等がどう引き継がれたかということでありますがこれはそれぞれの政治団体ご指摘の政治団体が何を実現するための政治団体なのかこれによって代表を誰にするのか資金をどのように するのかこれはこの団体の関係者がこの判断するということだと承知をしています、まあ、それ以上、詳細については承知しておりませんが、政治団体において、その実現するもの、実現しようとするものに応じて、この関係者が判断したものであると考えますさん支出を見ると、人件費が突出してるんですね、1億2662万円、この支出の例年に比べると2倍から5倍です、ものすごい支出出てる。 政治団体の人件費にかかる支出につきましては、その総額のみを政治資金収支報告書に記載することとされておりますので、明細は分かりません。 礼法さん、はい、実は人件費は総額のみで内訳は記載しないでいいんですつまり臨時ボーナスでバンと出したりあるいはばらまいてしまっても総額を出せばその中は見えなくてもおかしくない私このやり方も適切ではないと思いますよさらに問題なのは親和会は国会議員の資金管理団体から通常のその他政治団体になりました住所も永田町の議員会館から昭恵さんの自宅に移された国会議員の資金管理団体だと1万円以下の支出は記載しないでも済むけれども すべての領収書を取っておいて、公開請求要請が来た場合には公開しないといけない。でも、これ、その他政治団体になると、どうなりますか笠木選挙部長国会議員関係政治団体、あるいは資金管理団体、以外の一般の政治団体というお尋ねでございますが、団体につきましては、政治活動費であります、組織活動費、選挙関係費、提案支資の発行等の政治活動費につきまして、1.5万円以上の支出の明細を収支保障に記載をすることとされておりますが、まあ、経常経費でございます。人件費高熱水費熱備品品消耗品及び自 消費につきましては、質の総額のみ記載をし、質の明細を記載する必要はないということになってございます。蓮舫さんあの、ね その他政治団体になると支出公開は1万円から5万円以上となるんじゃないですか笠木選挙部長その他の場合はあの政治活動費につきましてあの一件5万円以上の支出の明細を記載をするということで蓮舫さん。はい。つまり1万円の以上の公開義務が5万円以上になるしかも領収書の開示要求が来てもその領収書は公開しないでも済むとなる安倍総理が政治家として集めたお金がそのまま明恵さんが引き継いで3.4億そして情報公開が1万円から5万円、はい そして、少額領収書は保存しない、公開しないでも済む、どんどん規制が緩和される、これ、おかしいいと思いませんか岸田内閣総理大臣。ご指摘の政治団体について、詳細は承知しておりませんが、これ、政治団体。 というのは様々な政策等を実現するなど様々な目的がありますですからこれ政治団体についてはこの法律によってこの対応が求められていますそして政治団体についてはその実現しようとする目的に応じて代表を決めそして資金についてどう考えるかこれを関係者が判断するものであると思います、まあ、いずれにせよ個別の,この政治団体について政府の立場から申し上げることは控えます 今日いただき誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。